Again. こんばんは、大江めぐみです。時刻は24時を回りました。Again。好きな人と好きなことを。ここからの30分は、私、大江めぐみと、ジャジーな時間をお過ごしください。改めまして、こんばんは。大江めぐみです。皆さんはどんな一週間を過ごされましたか？気圧が不安定ですが、皆様お元気でお過ごしていらっしゃいますか？私大江めぐみは6月30日に東京都心から千葉外房に移住して1周年を迎えました。パチパチパチ私の住む町は東京から移住した方が多く、皆さん千葉を愛していて、スローライフを満喫されています。お隣の奥様のりこさんから、お庭で採れたブルーベリーやいちご、手作りのぬか漬けをいただいたり、お庭のローズマリーやペパーミントを摘んでハーブティーにしておしゃべりをしたり、我が家の前で家庭菜園をしている竹内さんご夫妻からは、採れたてのインゲンやさつまいもなどお野菜をいただいて、いつもアゲイン聞いてますよと応援していただいています。私も家庭菜園に挑戦しようと、最近プチトマト、ルッコラ、オクラの苗を産直で買って育てたり、ご近所のお庭で採れた梅で梅干しや梅ジュースなども作ってお裾分けをしたり、私も千葉スローライフを満喫しています。千葉県習志野市出身の私は、父の転勤で3歳半から千葉を離れ、名古屋、大阪、横浜、東京など大都会で暮らし忙しくしていましたが、私が生まれた町千葉県にアゲインし、のんびりした性格に生まれ変わった気分です。そんな千葉を愛する私大江めぐみが、千葉幕張のベイ FM からお届けしているこの番組アゲイン、好きな人と好きなことをも、おかげさまで番組スタートから3ヶ月が経ち、たくさんの皆様から番組にメールをいただいています。ということで、今月は皆さんからいただいたメッセージやリクエストナンバーをたくさんご紹介させていただきたいと思いますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。まずはラジオネームボーダリックさんから、いつも楽しく番組を拝聴しております。ありがとうございます。私のアゲインエピソードをお送りします。高校を卒業してすぐに取った運転免許、合格後はよくドライブへ。その後進学で実家を離れ、一人暮らしを始めた私には、なかなか運転する機会がなく、綺麗な免許のまま月日が流れ、いつしか運転は怖いと定位置は助手席に。ですが妻の妊娠を機に一念発起、運転を再開してみたところ、これが楽しい。今では妻を助手席に、子供を後部座席に乗せ、私は運転席です。そんなドライブでよく聴く曲をリクエストさせてください。バッドパウエルでボーダリック。これからも長く拝聴できることを願っております。季節の変わり目、お体ご自愛し、好きな人と好きなことをでお過ごしくださることを願っております。ボーダリックさん、素敵なアゲインエピソードありがとうございます。私も大好きなドライブを満喫されてるんですね。今度はどんなところにドライブに行ったかなどメッセージいただけたら嬉しいです。それではボーダリックさんからのリクエストナンバーをお届けいたします。バドパウエルでボーダリック。
ベイ FM からお届けしている大江恵美のアゲイン、好きな人と好きなことを。今週は皆様からメールでいただいたメッセージをお届けしています。2つ目のメッセージはラジオネーム福岡の恵美さんから。湿度高く暑くなってきましたね。雨は大丈夫でしょうか。こちらはもう明けるのでしょうかと匂わせるような振り切らない曇り空が続く福岡より聞いています。めぐみさんの雨が好きで汚いと言われてもジャブジャブしていたり、ピンクで揃えていた学生時代、歌うことも音楽も大好きというところも全く同じで、とても共感しています。名前も一緒ですもんね。さて、私のアゲインエピソードは、そろそろまん延防止措置が解除されてやっとやっと働けるようになります。そう、私は福岡の西新というところでスナックのママをしています。去年1年間に引き続き、今年もほぼ半年お休みしていたので、本当に働ける体力が残っているのか心配です。ピエン。そしてこのまん延防止措置中に、今は主婦になってしまった元スタッフたちとともに、スナック店舗内でお昼にモクテル屋さん、モクテルリブを始めました。モクテルとはロンドン発祥のノンアルコールカクテルの名前だそうです。大好きなスタッフたちと大好きな飲食店を楽しんで営業してます。めぐみさん、好きな人と好きなことを、好きな場所でとなった際には、ぜひ福岡へ遊びに来てください。ラジオも楽しみにしています。私と同じ名前のめぐみさん、福岡からお聞きいただき、そしてメッセージもいただけて嬉しいです。ありがとうございます。福岡は人も優しいし、餃子やもつ鍋、屋台、ラーメン、地魚、そして焼酎が安くて美味しくて、 CA 時代一番好きなステイ先でした。お嫁に行ってもいいかもと思ったくらいです。モクテルのお店を始めてお仕事アゲインですか。ちょうど私も千葉に移住してから車生活になったこともあり、東京では浴びるほど飲んでいたお酒を飲まなくなったので、ノンアルコールカクテルのモクテル、興味津々です。今すぐにでも福岡に飛んでいきたい気持ちですが、もう少し落ち着いたら大好きな場所福岡まで行って、めぐみさんのモクテル屋さんにぜひお邪魔させていただきたいと思います。でもお仕事頑張りすぎて体調を崩さないでくださいね。アゲイン、またメッセージいただけたら嬉しいです。三つ目のメッセージは魔法のワンピース、あきこさんから。好きな人と好きなことをしているエピソード。私の好きな時間は自然の中をハイキングして、ご褒美に美味しいビールを飲むことです。家族、友達、みんなと一緒に運動して、そして美味しいものを食べて飲みながら楽しく過ごす時間はプライスレスです。めぐみさんへのエピソード。もしめぐみさんがシンガーにならなかったら何をしていると思いますか。将来住んでみたい国はありますか。千葉に住んでいてどんな曲を毎日聴いていますか。エピソードというより質問になってしまいました。ラジオネーム魔法のワンピース、あきこさん、素敵なエピソード、そして私への質問ありがとうございます。ではご質問にお答えしましょう。シンガーにならなかったら、専業主婦かな。ちょっと時代に逆行していますが、ずっと歌手になるのが夢だったと言っていますが、
43歳の若さで亡くなった母が、私が小学生の頃看護学校の教師をしていて家にいなかったこともあり、実は小さい頃になりたかったのはお料理上手な専業主婦。あ、でも今はシンガーをしながら主婦もできて、その夢も叶ってますね。子育てはしてみたかったなと思ってます。将来住んでみたい国は、今千葉ライフを満喫しているので海外に住みたいと思わないのですが、まあニューヨークのマンハッタンも住んでいたんですけど、私20回ぐらい引っ越してるんですね。だから本当に旅をしたっていう感じで、でももし別の国に住むとしたらヨーロッパの田舎町かな。フランスの郊外とかがいいかな。これまで旅行で行ったところだとニースやマウイ島もいいな。とにかく今は自然がいっぱいのところでゆったり過ごしたいと思っています。千葉に住んでいてどんな曲を毎日聴いていますか？今千葉ではヒーリング系のゆったりしたスロージャズやボサノバ、子供の頃に聴いていたクラシックなどを聴いています。今私も映画音楽を手掛ける横浜在住の音楽プロデューサー菅大輔さんと、そういうボサノバアルバムもゆるゆる制作中なので楽しみにしていてくださいね。実は着痩せして見えるというあきこさんの魔法のワンピースは、私が出演させていただいた来春公開の映画さよならバンドアパートでご縁をいただき、私の大好きなマゼンタカラーのワンピースを提供していただきました。千葉でスローライフを始めてお腹周りが太ってしまった私も、すっきり着痩せして見える優れものです。インスタグラムやフェイスブックなどの SNS に写真をアップしていますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは魔法のワンピース、あきこさんからいただいたリクエストナンバーをお届けいたします。 Let's get together and feel alright という歌詞がとってもいいんですよ。ボブマーリー&ザ・ウェイラーズ、ワンラブ。One love. What about the one heart?
ベイ FM からお届けしている大江めぐみのアゲイン、好きな人と好きなことを。今週は皆様からメールでいただいたメッセージをお届けしています。4つ目のメッセージはラジオネーム出張料理人 K さんから。大江めぐみ様、はじめまして。はじめまして。いつも楽しく放送を聞かせていただいております。ありがとうございます。なかなかリアルタイムでは難しいですが、ラジコで仕事終わりの車中でよく聞かせていただいております。お仕事は出張料理人です。今は主にコロナ禍なので、いろんなご家庭にお伺いしてます。いろんなお話をさせていただきながら料理を作ってきます。もちろんいろんなアゲインエピソードも。同世代と思います。ジャズは詳しくないですが、曲の選択がとても心地よいです。仕事帰りの疲れを癒してくれます。これからも楽しく聞かせていただきます。頑張ってください。出張料理人 K さん、メッセージありがとうございます。出張料理人、すごいなぁ。今の時期は引っ張りだこなんでしょうね。いつか私も千葉の美味しい食材を使って K さんの出張料理お願いしたいな。詳しいことまたメッセージで教えてくださいね。そしていろんな方のアゲインエピソードも気になっちゃいます。今日もラジコでお仕事帰りに聞いてくださってますか？お疲れ様でした。そんな出張料理人 K さんやお疲れの方に、今私が一番好きなゆったりしたナンバーを最後にお届けいたします。ギタリストアントニオ小賀さんで月のベランダ。
Again. Do you remember the cold rainy sky? That day we said I do. You told me with a sigh, I gave a chance in embracing you. We are through, so go be happy, goodbye. But I saw the tea in your eyes, starting the day. So many days we were walking the separate place. Every day, ordinary, finding beauty in every simple day. ベイ FM からお送りしてきた大江めぐみのアゲイン、好きな人と好きなことを。今お仕事をご一緒させていただき、家族ぐるみで仲良くさせていただいているアントニオ小賀さんの優しいギター、月のベランダをお届けいたしました。これはアントニオ小賀さんの師匠の小賀正夫さんが書かれた曲だそうです。本当に美しくて心に響きますよね。今日は皆様からのメッセージをお届けいたしましたが、いかがでしたか？これからも皆さんのメッセージをたくさんご紹介したいと思いますので、番組の感想、私大江めぐみへの質問、お好きなジャズのリクエスト、皆様からのアゲインエピソード、好きな人と好きなことをしているメッセージ、悩み相談でもいいです。どしどし送ってください。アドレスはagain@bayfm.co.jp again@bayfm.co.jp。 私大江めぐみの近況は公式ホームページ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターをチェックしてください。そして最近はちょっと編集が大変で滞っておりますが、YouTube チャンネルも好きな人と好きなことという同じタイトルで始めています。どれもチャンネル登録フォローしてぜひ見てくださいね。番組ホームページではオンエアリストもアップしていますので、よかったらチェックしてください。ぜひ来週も私とアゲインしてくださいね。この時間のお相手は大江めぐみでした。 See you again. I'll never say goodbye again. Forever stay with me. I'll never say goodbye again.